大場です。大場ランチャンネルへようこそ。ホノルルマラソンから1週間丸々経ちました。ちょうどねサンセットの時間に合わせて走ってきたんですが、どうやら今日は雲セットですね。まあちょっとこの空の色が変わる景色を楽しんでいただいてですね、この1週間丸々走れませんでした。完全休養。今まで1週間丸々走らなかったことってあんまりなかったと思うんですよね。ホノルルマラソンの YouTube 前編後編で本当にいろんな方々からご視聴いただいて、コメントいただいて、温かいコメントばかりで、もう全部に返信させていただいているんですが、もう本当ね嬉しいとしか言いようがない。感謝ですよね。本当にありがとうございます。楽しんでいただけたら本望でございます。特に後編ね、あんな姿を晒してなんか公開する直前になってちょっと恥ずかしくなってきて大丈夫かと。ちょっとよく聞いたら音量ちょっと注意してもらわないと、あのおっさんの声がね外に漏れちゃうとちょっとね何見てんだっていう話になりますので、ちょっとね直前で音量注意っていう風にね注意書きをさせていただいて、コミュニティにもね上げさせていただいたんですが、うるせえよとかね、また目標達成できなかったのかよと、気持ち悪いよと、映像グロいよというような感じで惹かれちゃうんじゃないかなとか思ってたんですけれども、まあ本当に温かい視聴者の方々ばかりで、いやでも本当にいろんな方にお会いできたりね、いろんな方にコメントいただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。いや今日はねですので、もうガシ釣りした筋肉がまだ痛いんです。痛いんですが、この1週間ね、まあ、休めば回復するものでだいぶ良くなってきたので、まあ、ちょっとねキロ6分ぐらいで5キロ走って、ストレッチをするとハムストリングスであったり皮腹筋、ふくらはぎがねまだまだ深い筋肉痛が残っているので、こんなに痛くなったのもう本当に100キロ走った以来かなと。100キロの時はね、あの42キロ地点で釣りましたので、残り60キロ弱ガシ釣り状態で、あの時はもう本当に痛みが完全に消えるのに1ヶ月ぐらいかかって、まあ、大変だった。あれに次ぐ筋肉痛かなと、まあ、今年は大激震ガシ釣り、もう大変でしたまあでもこうやって走れているのでね、良かったです、怪我なくて。まあ、とりあえずこの今年のフィニッシャー T シャツをやっと着て走ることができたんですが、ということで今日のテーマはですね、ノバブラスト3レースでどうだったのと。こちらね、ノバブラスト3、ちょっとねレースで汚くなってますけれども、フルマラソンでどうだったのということだったんですが、良かったです。自分が出したいペースを出すっていうこともね完璧にこなせていたし、釣るまでは安定性っていうことにもね、もう全然足首不安定だなっていうような、足不安定だなっていう感じもなく、中敷きのズレも感じることなく、モートンさんも圧迫されることなく、本当にシューズ選びに関しては成功したかなと。メタスピードスカイプラスで走っていたら、もしかしたらモートンさんがね悪さをして、もうガシ釣りプラスモートンさんの痛みが来てたかもしれないですしね。まあ、それを考えると、まあ、シューズ選びはやっぱり直前で変えてよかったなと。シューズのせいでこうなったっていうことでは絶対にないと思いますので、私の問題ですねこれは、足釣りの筋肉の釣り問題。まあ、ですので最初キロ4分25前後ですかね、まあ、キロ4分半ぐらいまで、だいたい30キロぐらいまではそれぐらいでいけてたと思うんですよ、問題なく。でそこから釣り始めて落ち始めて、でも40キロぐらいまではまあキロ5分、まあ5分半ぐらいまで落ちましたかね。
でそっから倒れてズドーンとね、キロ10分とか11分とかとんでもないもうお粗末な感じになってしまった。それ前まではもう全然問題なくノバブラスト3フルマラソンで対応してくれてましたので、足がつっていなければ、まあ、当然完走もできたでしょうし、そのまま走り切ることだってできたでしょうしね。シューズに関して言えばノバブラスト3はフルマラソンサブ 3.5 サブ4サブ 3.5、まあ、3時間15分、まあ、間違いなく対応してくれるんじゃないかなっていうね、そういう印象は実際に走って持ちましたので参考にしていただければと。まあ、ただあんな感じでね、最後ガシ釣りのもうよちよち走り歩きだったので、まあ、そのあたりね完璧に走り切れていないものとしてね、ちょっと断定はしにくいんですけれども、まあ、でもそんな感じでノバブラスト3フルマラソンでちゃんと走れましたという形でご報告させていただきます。空がねあんまり綺麗に赤くならないですね。めちゃくちゃ天気が悪かったんです、このホノルルマラソンが終わってから。ホノルルマラソンのね1週間後の日曜日なんてもう1日大雨で大風でもうね大変でした。これがホノルルマラソンの日とぶつかってたらと思うとね、ちょっとゾッとしましたけれども、でもあんな感じの天気で良かったですね本当に。まあ、ホノルルは今日もこんな感じで時がゆっくり流れています。ということでこれから回復しながら走って、でまた次回のレースに備えたいと思います。ホノルルより前にどっかでフルを入れたいなと真剣に考えていますので、また決まったらご報告します。その時はまたねいろいろとアドバイスの方皆さんよろしくお願いいたします。ということで長々話しましたけれども、今回はノバブラスト3レースでどうだったのかと、あとは私の経過具合、そしてレースが終わって唯一フィニッシャー T シャツで走る日ということで、去年もやりましたので今年もやりました。皆さんありがとうございます。残り少ない12月楽しんで過ごしてください。メリークリスマス。それでは。